皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、ダマにならないカールキープまつげの作り方についてやっていきたいと思います。こんな感じでね、ぐいっと上向きのカールまつげを今回は作っていこうと思うんですが、何ヶ月か前にいつもやっている基本のまつげの作り方っていう動画をアップしたんですけど、今回はそれよりもさらにカールキープっていうところに注目してみました。やっぱりね、マスクとかされる方が今多いかなと思うんですけど、マスクするとここの間に隙間ができて、呼吸で水蒸気がこっから漏れて上にね、水蒸気が行くんですけど、そのせいでいつもよりまつげがちょっと下がりやすいなって感じる方もいるんじゃないかなと思うんですが、今回はそういう湿気にも強いようなカールキープできるまつげの作り方を動画に撮ってみたので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは早速スタート。はい、それでは早速始めていきます。まずですね、ビューラーをしていきます。はい、でビューラーのやり方は基本的に前回の動画で上げたものと一緒になるんですが、まず根元からしっかりと立ち上げていきます。こう軽く挟んでみて、違和感とか痛みがないくらいまで奥の方に押し込んで、力を入れすぎずにクックックックと同じところを何回か挟みます。はい、でそしたらビューラーをスライドさせて、中間くらいですかね、まつげのあたりまでビューラーをスライドさせたら、根元を挟んだ時の力よりもさらに弱い力で何回かグググッと挟みます。最後はさらに毛先の方までビューラーをスライドさせて、またさらに弱い力で軽くキュッキュッキュッと挟みます。で今のがベースなんですけど、そんなに明確に根元、中間、毛先っていう3箇所のポイントを挟むのではなくって、根元から毛先にかけてビューラーをスライドさせて挟んでいっても OK です。こんな感じでも OK です。今みたいに1回で全部のまつげが上がればいいんですけど、例えばこの目頭の毛が上がらなかったとか、目尻の毛が上がらなかったっていう場合は、ちょっとこっち側に傾けて挟んだりとか、目尻だったらこっち側に傾けてビューラーを挟むとやりやすいです。まつげが上がってるかどうかだけでもかなり、ね、違うと思います。次、下まつげのビューラーなんですが、私の場合だと下まつげがかなりカールしにくいので、このビューラーで角度をつけたところであんまり変わらないんですけど、ちょっとでも下に向けておくと塗りやすいっていうところはあるので、今回は少しビューラーをしていきます。こういう向きで持ちます。こうグッと押し当てるようにすると挟みやすいです。軽く挟んであげます。何にも当てない方がこうなので、若干下を向いてるんですが、あんまりわかんないです。はい、ただ塗りやすくはなりました。はい、そしたら次がマスカラと、今回はマスカラ下地も塗っていくので、その工程なんですが、使っていくアイテムがこちらです。はい、キングダムの2ステップマスカラ、ウォータープルーフっていうものを使っていきます。カラー展開がブラックと、あとチェリーブラウンという、まあ、2種類あるんですけど、今回はこちらのブラックの方を使用していきます。このマスカラ、実は2ステップマスカラっていう名前の通り、1本で下地とマスカラ両方の機能があります。ちょっと面白いんですけど、こういうタイプのマスカラで、こちら側が下地でこちら側がマスカラっていう風になっています。今回のテーマでもあるそのカールキープ力っていう点では、この下地のカールキープ力がかなり高いです。こっちのマスカラはウォータープルーフになってるので、水とかにも強いし、ロングもボリュームも両方出るようなタイプになってるので、まつげのカールキープだけではなくって、長さもボリュームも本当に全部欲張れるっていうマスカラです。なので、ね、早速ちょっとこちらを使っていきます。はい、でダマになるのを防止するために、あんまり重ね塗りはしない方がいいです。根元に押し当てたら、そのまままつげを持ち上げるようにぐーっと塗ります。また押し当ててグッと、こっちの目頭の方もグッと押し当てて塗ります。こっち側に抜く、真ん中はこう抜く、目頭はこっちに抜くっていう風に、この毛先に抜く方向をちゃんとこう揃えてあげると綺麗なセパレートになるので、この下地作りの段階はかなりね重要です。でもしこの段階でこのまつげ同士がくっついちゃったとか、下地が一部分だけつきすぎてしまったとか、あまり綺麗にできなかったところがあるのであれば、この段階で取り除いておくのがおすすめです。そのままマスカラを重ねていっちゃうと、またそこがダマになってきたりするので、マスカラを塗る前に整えるのがおすすめです。まあ、今回はね、割と綺麗に塗れたのでそんなにないんですけど、微調整をしてあげるといいと思います。ホットビューラーを温めておきます。マスカラはこんな感じなんですけど、ブラシはねストレートなタイプで、先の方とかちょっとふさふさってなってると思うんですけど、こんな感じでロング繊維が入っているので、まつげ自体はね結構伸びたような仕上がりになるんですが、ボリュームもちゃんと出るので、今からね塗っていきたいと思います。
せっかく土台をきれいに作っておいたので、ジグザグジグザグってやって塗ってしまうと、その土台がまた崩れてしまうし、あんまり意味がなくなってしまうので、下地と同じようにおしゃれでスッと塗るっていうのを繰り返していきます。はい、こんな感じでかなり伸びたし、ボリュームも出たんですけど、短い毛とか細い毛とかにもついたので、濃密なまつげみたいな感じに仕上がったかと思います。一応このマスカラ自体はまつげ美容液成分が入っているので、日中こうマスカラ塗ったりとかメイクしながらでもまつげケアができるっていうものになっています。最後温めておいたホットビューラーでもう一度まつげをグイッと上げてカールキープさせるのと、今は綺麗に濡れてるんですけど、ダマができていた場合、ホットビューラーを上からやってあげると、そのダマもね溶かすことができるので、ホットビューラーをしていきます。最後の仕上げみたいなものですね。はい、こんな感じで上まつげは一旦完成です。だいぶ違いますよね、これだけでも。ということで下まつげもやっていきます。で、下まつげはこう塗ってもいいんですけど、縦にした方が塗りやすいので、マスカラは縦に持ちます。鏡をこう上目遣いで見るようにしてつけていきます。はい、でまた乾かしていきます。人によってそのまつげの上がりやすさだったりとか全然違うんですけど、上がりやすいっていう場合はマスカラ下地を使った方がやっぱりね持ちはいいと思います。はい、ということで、では今度はマスカラを塗っていきます。また同じように縦にして塗っていきます。はい、こんな感じ、下まつげもかなり塗れました。マスカラ単体で塗ると下まつげの細くて弱い毛に塗ってるので、それなりの量しかつかないんですけど、下地を使うことによって弱くて細い下まつげ自体を補強みたいな土台をちゃんと作っておくことによって、このマスカラのねつきがかなりいいなっていうのを感じました。で、私も下まつげの量は割とあるんですけど、弱くて細いがゆえに下を向いてくれないみたいな、ストレートに生えてたんですけど、土台があることによって下を向きやすくもなったし、マスカラもつきやすくなったし、本当にねすごいと思います。はい、これをねさらにホットビューラーを使って綺麗にしていきます。はい、ホットビューラーでね綺麗に整えるとこんな感じで、ちゃんと整えてあげるとゴテゴテしている感じはないんですけど、目元の印象自体はかなりアップするので、メイクの印象自体は下まつげあるないで変えることができると思います。こちらが完成です。はい、こんな感じで両目とも完成しました。かなりねいい感じに仕上がったんではないかなと思います。はい、ちなみにチェリーブラウンだとこんな感じです。パッと見ですね、そんなにめちゃくちゃ茶色っていう感じもなくって、黒の代わりにも使えそうなカラーです。光に当たるとほんのりピンクブラウンみたいな感じに見えるので、その変化がねまたすごく可愛いと思います。はい、ということで本当にカールキープがしっかり持つのかっていうのを経過を後ほどお届けします。はい、ということで早速時間が経ってからの経過がこんな感じになっています。上まつげはね本当にしっかりカールキープされているし、下をちゃんと向いてくれてるかなと思います。全体的に見てもカールキープできてるのではないかなと思います。このカメラ越しにお伝えすることは難しいんですけど、割と雨が降ってて結構ね湿気もあったし、私もマスクをねしたりもしてたので、日常生活よりかはまつげが下がりやすい状況ではあったと思うんですが、ここまでしっかり持ってくれたので、個人差はどうしてもあると思うんですけど、上向きをキープしやすいんじゃないかなと思います。しっかりとカールキープしてくれるんですけど、その代わりお湯で落ちるよっていうタイプのマスカラではないので、オフはしっかりしてあげた方がいいと思います。はい、ということで本日はダマになりにくいカールキープまつげの作り方ということでやってみました。アイメイクの中でもまつげって印象を変える部分だと思っているので、上向きになっていたらすごい嬉しいし、途中で下がってきちゃったら結構テンションもそのまま下がってきちゃうので大事な部分だなとは思っているんですが、しっかりカールキープ持ってくれるものだと思うので、気になる方はチェックしてみてください。はい、一応こちらですね、ロフトプラザなど の、 あのバラエティショップでも購入することができるんですが、概要欄にも商品の詳細と購入画面もリンク貼ってあるので、ぜひよかったらそちらもご覧ください。はい、ということで本日の動画はここで終わりになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
はい、また次の動画でお会いしましょう。またねー。